マリア・デ・カスティーリャは、アラゴン王権ナポリオー・アルフォンソ5世の王妃。カスティーリャ王・エンリケ3世と王妃、カタリナの娘。1415年に従兄コであるアルフォンソと結婚し、翌1416年の夫の王位継承により王妃となった。二人の間に子供は生まれなかった。なお、1418年に、マリアの弟カスティーリャ王・フン世とアルフォンソ世の妹マリアが、 1420年に、マリアの妹カタリナとアルフォンソ5世の弟、エンリケが結婚している。アルフォンソ5世は、アラゴン王位と共に、バルセロナ博、及びバレンシア、シチリアの王位を継承していたが、ナポリオ王位を争って1442年に、獲得した。アルフォンソ5世はたびたび出生を重ねた後、ナポリ王国の征服後は、ナポリに宮廷を構えて、 アラゴンやカタルーニャへは戻らなかった。そのため、マリアは夫に代わって、摂政として、アラゴン・カタルーニャを治めた。しかし、規定不安が、記事カスティーリへ、軍事介入したり、アラゴンがナポリへ、財政支援を行った影響で急乏都市と農村で貴族と、職人、役人と農民の対立が、深刻化した。国内の問題を抑えきれないマリアは、ナポリの夫へ手紙を送り、 何度もアラゴンへの帰国を嘆願したが却下された。1458年、夫の死から3ヶ月余り後にバレンシアで死去した。田沢 P189P190、西川 P194P204P208、田沢 P190、関 P242、ありがとうございます。